スコールで煽られまくって我慢の限界を迎えたロナウド。ロナウドはいつも俺を笑わせてくれる。ロナウドあんなチビと一緒にするな。大悪ツイッターラーみたいな煽りで草。想像してみてほしい。自分がヤギと呼ばれ、リーグで評価さえされていないことを、メッシは明らかに神だが、ロナウドのファンはまだ納得していない。どの試合でも、メッシ対クリスティアーノが観客から大合唱されるのは当然だ。しかし彼はファンのために倫理に反する行動をとった。残念ながら、今シーズンのクリスティアーノ・ロナウドのメンタリティは変わってしまった。ロナウド大好きなのにいつまでもこういうガキっぽいところだけは認められない。メッシにサッカーでは勝てないって自白してるようなものじゃん。リスペクトのかけらもない。このリアクションはチビと理解している人がいるみたいだが詳細は不明。わかる人コメント欄で教えてください。史上最も精神が不安定な選手。少なくともモラルの面ではメッシより劣っていると証明した。私はメッシのような偽物のヒーローよりもロナウドのような本物の悪役の方が好きだ。正直なところ、クリスティアーノ・ロナウドのこのバージョンが大好きだ。彼は39歳です。